はい、どうも、サッシュです。はい、なんです。ジョーカーでございます。今日ね、この間の続きの話になるんだけども、まあ、サッシュトっていうお店に行って、はい、M 君から、あの、蘭越、はい、蘭越、蘭越、蘭越米、蘭越米、それをね、ぜひ食べてくださいということでね、いただいたものを、こう、一家、お気づき、視聴者さんから、さじか、の、卵、これをね、お鍋で、おお米炊いて、食べていただきます。じゃあ、どうぞ。久しぶりすぎてね、うまくいってるかどうかわかんないけど、ね、じゃあ早速ね、中どうなってるのか。おお、すごっ。いや、ちょっと強っ。うわ、見てこの焦げの、焦げをね、おいにし三上水産さんで、販売しているイカのお気づけになります。おイカお気づけ、子供に行こう。早速食べてみたいと思います。うわ、すげー匂い、かわいい。そういう感じなんだ。うわ、めちゃくちゃうまそうじゃん。早速いただきたいと思います。まずはお米から、蘭越米の土鍋で炊いたお米です。いただきたいと思います。うん、すごい、やっぱり米が立って甘い。続いて、小イカおきづけと一緒に食べたいと思います。まあ、米全然根っこないよね。ないです。あの土鍋でさ、大体おかげの部分にさっさり感がやっぱりいいな、ね、動けてさ、うん、うまっ。イカ大好物だって。ああ、いいね。噛んだ時のプチプチ感っていうかさ、歯応えがさ、あ、うまっ。土鍋で米炊くって最高だね。いやー、これ
本当美味しい。でこれいただいたカジキの卵、初めて見る。これもねちょっと一緒に食べて、はい、いただきます。イカとイカじゃない、イクラと全然違うんだよね。うん、これね、贅沢だわ。イカといえば有名なあの武田食品さんで作ってらっしゃるんだけども、これも三上水産さんでたあの置いてあるんで。イクラもねうまかったけど、なんか最強コラボとかやってみたいですね。あの三上水産さんの、うん、あの漬けてあるイクラってすごく味がさ、優しい味付けになってて、ご飯何杯でも食べれるっていう感じの味付けと、ちょっとねこれはね塩味が強い、やっぱりお気づけなんで、であのこれと一緒に合わせて海鮮丼って言っても海鮮丼だから、うん、そういう海鮮丼作っても面白いかな。いやこれはもう最強だね、うん、本当に美味しい。なんかこれシリーズ化してもいいかも。いや面白いねそれね、うん、でねどこどこさんの何々米を土鍋で炊いて、であの一品物、うん、っていうシリーズものを作っても美味しい、面白いかも。マジでねこのねイカ、小イカを置き付け歯応えが俺すごい好きなんだよな。なんかちょっとさ、うん、いやマジでうまいこれ、すげえ贅沢。これ贅沢な食べ方、これにとどめとして、これをね最強丼いるかな。ほらうまい。はい、では2人とも家族で行きます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ちょっとね、あの蘭越前前までだとここらほら北海道前とかどことかっていうのもあったけれども、本当に今全国のね居酒屋さんとか大型チェーン店さんの居酒屋さんとかに北海道前使ってるところがすごく多くて、うん、本当に美味しい、美味しい、うん、ということで今回はね、もう美味しいもの尽くし本当に幸せな時間ね、うん、あの本当にこういった出会いとかね、そういった縁とかね、本当に感謝っていうこともありますけれども、そういったものを大事にしつつね、視聴者さんからね、はい、美味しいものをどんどんですね、あの3週とも店にね、うん、有名なところ064の0805 中央区北海道応援ということで、はい、今回はねお米蘭越米と、三上水産さんで売っている小イカおきづけ、カジカの、ね、卵とか珍しいものもいただいたりしまして、ね、本当に北海道応援店ということで、今後もこういったシリーズをやっていけたらと思います。それはもう皆さん視聴者さんがね、ジョーカーこれやってくれよ、ノンこれやってくれよということを、はい、どしどし、住所こちらに住所
住所やっていこうと思います。はい。ね。以上、三種堂でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。